はい、どうも日暮正松です。今回は、こちらのタコについて、少し、まあ、不安要素があるので、皆さんにちょっとねコメントで助けてもらおうという、ことで、動画を撮影しております。まず、本題からもう入るんですが、こちらのタコちょっとね今隠れてしまっていてなかなか出てこないんですけど、もうちょっとね餌を今日あげた後なのでもう満腹状態でね、満足しちゃっている状態なんですけど、こちらのタコの、頭付近に、小さな傷、まあ今多分出てこないんで写真でね、出てきてると思うんですけど、小さな傷が複数、見られています。それがね大体3日前ぐらいからですね。で、まあタコっていうのはこう自分を傷つけてしまうとかそういった場合って大体はストレスから来ていると言われている場合が多いです。しかしあのストレスから来るなんかそういった自傷行為っていうんですかね、そういったものはあの足を食べるらしいんですよタコっていうのは。なんですけど今回は額、まあ額っていうのかな、頭付近あの目の付近にある傷のみとなっております。で、まあ、傷ができた理由として、まあ、先ほどお話しした、ストレス、もう一つが、まあ、事故ですね。この事故っていうのが、まあ、心当たりあるのが、今、この水槽にないと思うんですけど、以前までね、この水槽には、あの、小さい沈没船が置いてあったんですよ。まあ、写真出てると思うんですけど、まあ、こういった製品になっています。この、まあ、沈没船っていうのは結構鋭利な部分があったり、するので、まあ、そこにこう無理やりね顔から入ろうとして、傷がついてしまったっていうこの2つの、ことが考えられます。まあ、事故だとすると、まあ、沈没船が原因もしくはこうどこかのこうホース、その上ホースっていうかパイプですね、まあ、そことか入れないと思うんですけど、そのパイプに入ろうとしてあの上の部分にはねネットがかぶせてあるので、まあ、その、脱走するっていうことはないんですけど、まあ、そこに無理やり入って傷をつけてしまうなど、まあ、そういったことが考えられます。ストレスだとすると、まあ、先ほどお話ししたように、まあ、タコっていうのは結構ストレスを感じやすい生き物になるので、こちらのストレスだとすると、まあ、水質、餌、まあ、接し方に問題があるのかなと、考えました。で、水質については、水換え頻度は週3回で1回5リッター行っています。まあ、なので1週間に15リッター交換していることになります。で、その、まあ、水替えを行うことによって、まあ、水質はいい感じでね保てていて、硝酸、まあ、pH、まあ、あのあれですねテトラの、ペーパーテストのやつでは、一応全部規定値内に収まっています。まあ、当たり前なんですけど、硝酸については、まあ、硝酸はちょっとあったかな。だけど、硝酸については、ゼロを示しているので、まあ、そこまで問題はないのかなと、今の段階では考えています。で、タコについては、pH も、結構問題になると思うんですけど、まず、こちらの水槽は、塩分濃度を少し高めに設定しているんですよ。まあ、その理由としては、軟体動物っていうのは、真水に弱いっていうのが、まあ、よくね、言われているので、まあ、タコを飼育する際には、少し塩分濃度を高くした方が、まあ、調子が良くなるっていうことがね、まあ、よくネットだったり本だったりに書いてあるので、まあ、その通りにやっています。まあ、そこまでね爆上げしているわけではないので、まあ、そこは規定値内の少し多めぐらいにしています。まあ、なのでなんか自分の感じでは水質にはそこまで問題がないのかなって思っているんですが、まあ、一つ心当たりというかちょっと心配なのは水替えの頻度が高すぎる、週に15リッター、まあ、この水槽が 90×945×45 なんで180リッターかな、確かちょっと計算してないんで間違ってたら申し訳ないんですけど、大体それぐらいあると思うんですよ。まあ、なのでそのうちの15リッターを1週間に1回交換することで、まあ、そこまでの影響を与えるのかななんていうのも考えています。まあ、ちょっとね自分を守るためになんか必死になってるような形になってしまっていて、申し訳ないんですけど本当に、ストレスではないと信じたいっていう状態です。本当に過保護に過保護に
飼育しているので、それはないのかなっていうのを感じています。あと、餌については、もう全然問題なくいつも食べてくれています。この傷がついた状態だからといって、拒食になっているわけでもなく、この、今もね、餌をあげながらこういった話をすればよかったなって思ったんですけど、先ほど、本当に先ほど餌をあげて、で、今は満足した状態になっているっていう感じになります。で、与えてる餌は、アサリだったり、ザリガニ、あとはカニ。カニっていうのは、海で獲れるカニですね。カニだったり、あとはエビ。こちらも海で獲れるエビ。で、魚については、ワカサギか、アジしか今のところはあげてないですね。シーバスはあげたかな？ちょっと覚えてないんですけど、そんな感じの代表的な、魚になっております。で、水温は24度固定。この部屋自体が、23度で回しているので、水温はね、だいたい24度になるんですよ。それで24度固定にしています。で、照明時間は、撮影時のみ行っています。そこまで、タコっていうのは照明も必要としないイメージがあって、明かりはつけてないですね。っていう感じですね。今の、ちょっとバッとお話ししちゃったんですけど、このお話しした中で、いや、これはまずいよ、日暮らしくん、みたいな、ことがあれば、本当に教えてください。お願いします。ちょっと、ね、とても今、飼育してる上で、特に問題はないとは思うんですよ。今のところはね、餌も食べてますし、ですが、ちょっとずつ、傷が広がっているような気もするっていう感じなので、ちょっと今ね、出てきてないんで分かりにくいと思うんですけど、その都度ね、写真を載せてると思います。なので、本当に水族館でタコを飼育、実際したことがあるっていう方や、家でね、まだ一回飼育してたことがあって、長期飼育はなかなか難しかったけど、自分はこういう理由で、タコはね、脱走が多いと思うんですけど、それ以外の理由でね、ちょっと亡くなってしまったとか、そういったことをね、本当に体験談と一緒に教えてもらえると、本当に助かります。ただ自分は、この、タコ飼育に一応全力を注いでいるつもりなので、やっぱりそれでも、水替えの頻度が高すぎるっていう意見があれば、前々からね、お話ししていたんですけど、このエーハイムのね、外部フィルターを、もう一個つけて、水替え頻度を減らして、だけど水質はよく保てるよ、みたいな形のね、水槽。それが一番理想なので、後々ね、つけていこうとは思っているんですけど、そういったこともね、やっていきたいと考えているので、本当に視聴者の方頼りになってしまって申し訳ないんですけど、よろしくお願いいたします。今回はちょっとマイナスな、話になってしまって、いつもやってるようにね、鏡を置いてみて、どうなるかとか、今度ね、撮影しようと思ってたんですけど、ちょっとその前に、とりあえずその小さな傷について、心当たりがある方とか、いたら、この動画のコメント欄で、教えてくれるととても助かります。喋りがね、急ぎ足になってしまって申し訳なかったんですけど、そろそろね、動画を終わりにしたいと思います。変わり映えしない、画面でずっと話してしまって申し訳ございませんでした。はい、ではご視聴ありがとうございました。またのご視聴よろしくお願いします。さよなら。バイバイ。